こんばんは。スタジオアペルシーニの子育て応援相談員の阿部です。今回は幼児発達10段階の第6番目、その6ですね。その6はなんと空間認識、空間把握能力なんです。さあ、ここでちょっと脳の話もですね、していかなければいけないんですけれども、また改めてこの辺も詳しくお話しできればと思うんですけれども、もともと脳っていうのはですね、皆さんも結構最近脳ブームっていうのはあると思いますが、ご存知だと思うんですけれども、右脳と左脳、右脳と左脳に分かれます。で、幼児っていうのは右脳っていうのがですね、すごくよく使えるんですけれども、右脳っていうのはもともとイメージ脳、つまり何かをイメージするのに豊かな脳なんですね。ですから幼児の頃からこの空間認識、イメージ脳を鍛えておくと、小学校に行った時とかにすごく楽なんです。例えば、立体図形問題とかってよくあったと思うんですけども、豆腐の角を3面で切ったら、その断面図の面積はですとか、まあ、その直線が1個あってですね、こういうふうに三角形があって、これを一周ぐるーっとさせた時の円錐の面積はっていうのがあると思うんですけども、これももちろん公式で答えることも大事なんですけども、算数が本当に強い子っていうのは感覚でイメージで頭の中でこう想像ができるわけですよね。だから強くなってくるんです。じゃあ幼児の場合にですね、まず何からやっていけばいいかっていうと、まずは言葉のインプットからになります。まず幼児にとっては前後左右内側、外側っていうのも分かりませんから、あと遠近ですね。遠い、近いなんていうことも分かりませんから、これは実際にですね、カードを用意して、これが内側だよ、外側だよとか、これが右だよとか、左だよとか、前後だよっていう形で、まあ、例えば大好きな人形がいたりしたらですね、その人形の中心として、前、後ろ、左右なんていう形でやってあげるといいと思いますね。そうすると、サイコロ、コロコロ問題とかも解けるようになっていきますので、幼児の脳の時期にイメージ脳を鍛えておくと、ものすごい力を発揮します。ものすごい力を発揮します。ぜひ楽しみにしててください。イメージ脳ですごいお子様はですね、私の中でいたんですけど、私が見たのはナンバープレイスってことですか？クロスワード。クロスワードっていうのは、1から9の数字をこう入れていくやつですね。その1から9入れるやつをですね、1回も消しゴムを使わずに頭の中でイメージして全部書いてしまうお子様とかもザラにいましたので、そういうイメージのを鍛えておくとすごく有効だと思います。今回は空間認識。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。